奥無名を、1895年10月24日から1997年7月7日は、日本の婦人運動家、政治家、参議院議員を計算機務め、1961年に、軍二等法官賞を受賞、没後二世四位を追玉物された。1989年に、福井市名誉市民の称号を贈られた。福井県福井市の家や、父、 和田神三郎、母、浜野長女として出生。年少時から、婦人労働問題に強い関心を示し、福井高等女学校を経て、1916年に本女し、大学校卒業後、労働組合規制会の帰還し、労働世界の記者になり、身分を偽り富士ガス宝石に一助行として、潜入取材したレポートが反響を呼んだ。1920年、 政治的要求を考慮に掲げる初の婦人団体、新婦人協会を平塚来長、市川夫妻らと設立して共に理事に就任したが、国際共産主義運動から女性解放運動への転向を赤乱会の山川菊坂らから批判された。1921年6月26日に市川が理事を辞任して渡米し、 平塚も健康上の理由により教会運営から退いたため、教会の活動は奥と坂本誠が中心となって継続。本部事務所を坂本拓に移し、帰還し、女性同盟への編集は奥が引き継ぎ、自宅を編集部に当てた。1922年には新婦人協会の第一目標であり、女性の集会の自由を阻んだ。 治安警察法第5条2項の改正にこぎつけたが、教会内における路線対立が激化し、解散となる。1923年自らの団体職業婦人者を旗揚げし、雑誌職業婦人を発刊し、運動を継続した。消費者運動にも意を注ぎ、1928年婦人、小席組合協会を立ち上げたほか、 1930年には、託児所見集会所、婦人セツルメントを設け全国展開した。日本生活共同組合連合会の副会長や、全国婦人会環境議会会長を務めた。戦時中は、国民精神総動員運動、体制翼3会などに、積極協力したとして、戦後批判される。1947年の第1回参議院議員通常選挙に、 国民共同党公認で全国区から出馬し、抜群の知名度を立して上位当選。以降無所属になり、1965年に優退するまで3期18年務めた。議員活動の傍ら1948年には、新団体、主婦連合会の会長に就任、エプロンとシャモジを旗印に、不良品追放や、主婦の店選定運動を全国展開した。 1956年、千代田区六番町に、主婦会館を建設し初代館長となり、消費者、婦人運動を修正指導し続けた。1997年7月7日、午前0時15分、老衰のため、新宿区若葉一丁目の自宅で死去。101歳没。同月10日の告別式は、主婦連合会、主婦会館及び、全国婦人会館協議会と、 奥家が合同で取り行い、初当選の際に、国民共同党所属議員だった縁で、当時同党の初期長だった、三木武夫人の三木む子が、葬儀委員長を務めた。ありがとうございます。